その方法で続けていった先にペラペラになりそうですか？アルケタルコメスター、皆さんこんにちは、ハポニョールのエミコです。今日はですね、スペイン語で独り言を言ってみようっていうね、お話をしていきます。まあ、独り言がいいよっていうのはね、聞いたことあると思うんですけれども、じゃあでも何を言えばいいのっていうところだと思うんですよね。はい、独り言言ってくださいって言われても出てこないですよね。多分日本語でも言えないと思うんですよ。なので、毎朝の身支度をしながら使える独り言の例文集というのを集めてみました。早速私からご質問なんですけれども、皆さん普段スペイン語どんな感じで勉強されてますか？で、その方法で続けていった先にペラペラになりそうですか？で、多くの方がね、本当にスペイン語学習2年3年とか続けながら全然話せるようになりませんっていうね、そういうご相談の方が多いんですよ。で、残念ながら今のその学習の方法をね、続けていてもペラペラになることってないんです。残念なお知らせなんです。でもエミコさんいつも文法大事って言ってるやんって思われると思うんですけれども、文法はもちろん大事なんですけど、文法ってね、知ってるだけではダメで、使いこなしていく練習っていうのをしていかないといけないんですね。で、その使いこなしていく練習っていうのをいろんなビデオでね、ご紹介をしています。でもね、実際にスペイン語を話す機会がなかったりだとか、あとはそんなにね、時間が取れない方っていうのもいらっしゃいますよね。ね、皆さん忙しいです。なので今日は効率的にスペイン語に慣れていける方法というのをご紹介します。で、それが独り言なんですね。で、独り言がいいですよとか、日記書いたらいいですよって言われても、え、何書いたらいいの、え、書いたはいいけど、もしくは言ってみたはいいけど、これって合ってるのって思うと思うんですよね。で、わからないままずっとやり続けちゃうんですよね。で、それが今度変な癖になって残っちゃったりするから、やめようねっていうのを言ってるんだけれども、なのでそういうことがないように、今日はこういうことをね、言っていきましょうっていうね、具体的なフレーズをご紹介します。実際に発音してみるっていうのが本当に大切なんです。で、それを口に出して言わないままにずっとね、問題集ばっかり見ててもなかなか効果が出ないので、実際にね、今日はビデオを見ながら発音もね、していってください。でですね、一応2通りの使い方をおすすめしておきます。まず、本当に初心者の方、最近ね、スペイン語始めたばっかりで、覚えることばっかりで、何からしていいのかわからない、で、こんなにたくさん覚えられない、もう無理かもしれないって思ってらっしゃる方はですね、ぜひそのまま覚えて、そのまま言ってみてください。いいですか？で、もうちょっと慣れていらっしゃる方ですね、まあ、ちょっと過去形とかも知ってるし、なんとなくの会話だったらできますっていう方は、ぜひですね、例文書き換えをしながら皆さんのオリジナルの文を作っていただきたいです。の例文書き換えについてはね、こちらのビデオで詳しくご紹介をしているので、まだご覧になっていない方はですね、ぜひこっちのビデオをチェックしてもらえたらなと思います。どんどんね、皆さん自身の文のストックを増やす、自分の中の持ち札を増やすっていう風にね、思ってもらえたらなと思います。今日は特に朝のルーティーンですね、朝起きてからお出かけするまでの身支度シリーズというのに特化した35個の例文をご紹介しますので、あ、これ私使えそうって思うやつをピックアップしてください。全部覚えなくていいです。35個全部覚えなくていいですよ、皆さん。ほんまにね、一つでも二つでもいいから、パッと出てくるようになる文っていうのをね、作ってほしいんですね。はい、ではね、なんか好きな気に入った例文が出るといいなということで、じゃあね、早速一緒に始めていきましょう。 Vamos a empezar。今日のビデオはですね、すべて現在進行形で作っています。なので、私は今、何々してるところですっていう形ですね。ちょっと文法的なお話をしておくと、この現在進行形、今、何々しています。なので、今、私は話していますとか、今、ビデオを撮影しています。今、お料理を作っていますっていうね、その今、まさに進行中の動作を表すときに使うのが現在進行形です。で、現在進行形はスペイン語では、エスタールっていう動詞プラス、ヘルンディオって呼ばれるね、現在分詞というものを持ってきます。
こちらのヘルンディオ、英語では ingk なんですけれども、スペイン語では and end 形になります。で、現在進行形についてはまたこちらのビデオで詳しくね、活用なんかもお話ししているので、もしね、ご存知ない方はこっちのビデオを見てからまた戻ってきてください。はい、ではですね、今日はこんなスライドを見ながらね、ご紹介していきます。日本語訳を覚えるんじゃなくて、どういう時に使えるのかっていうのを、この絵を見ながらね、イメージしながら文とセットにしていってください。スペイン語イコール日本語っていう風に結びつけてしまうと、毎回こう日本語で考えないといけなくなっちゃうんですね。なので、ぜひね、絵のイメージとその言葉っていうのをね、結びつけてほしいんですね。で、もし可能であれば、その時の気持ちになってみてください。例えばこれなんですけれども、今ちょっと目覚ましてるところですっていう気持ち、どんな気持ちですか？もうめっちゃ眠いんですよ。で、スマホのアラームとかが鳴ってね、あ、もう起きないかん、あと5分って思ってる時の気持ちを考えながら、estoy despertando me ってね、言ってほしいんですね。眠たい、でも起きてる、今ちょっと自分を目覚めさせてるところみたいな気持ちになりながら、 estoy despertando me、そんなテンション高くないと思います。Estoy despertando me。はい、ぜひ繰り返してください。一緒に言いましょう。Estoy despertando me。いいですね。で、その後は体を起こしますね。じゃあこっちは Estoy levantando me。Estoy levantando me。Estoy levantando me はですね、こう体を起こしている。なので、まあ、ベッドからね、起き上がっているっていう時に使います。はい、では続いて歯磨きしましょう。Estoy cepillando me los dientes。Estoy cepillándome los dientes。 朝シャンする方は Estoy duchándome。 Estoy duchándome。 ではお風呂入った後は何しましょう。髪乾かしますね。 Estoy usando la secadora。 Estoy usando la secadora。 で、ストレートアイロン使う方は、ここのセカドーラの部分を変えていくだけで OK です。 Estoy usando la plancha de peloEstoy usando la plancha de pelo。 で、髪巻く方、私みたいな感じでコッテでね、巻く方は Estoy usando el rizador del pelo。 El rizador de pelo と言います。はい、では続いてお顔を洗いましょうか。 Estoy lavándome la cara。 Estoy lavándome la cara。 はい、クリーム塗ります。 Estoy echándome crema。 Estoy echándome crema。このクリーム塗るっていうのは、まあ、お顔の時も体の時も基本的にはこの表現で OK です。なので、あんまりいっぱいね、覚えたくない方はこの1個で OK です。で、日本はね、今夏ですね。はい、日焼け止めなんていうかご存知ですか？スペイン語ではいろんな言い方があるんですけれども、私はブロケアドールと言います。ブロケアドール、もしくはプロテクトールソラール。プロテクトールソラール。はい、じゃあ乳液塗りましょうか。Estoy echándome mi crema facial。 Estoy echándome mi crema facial。 ちなみに化粧水のことは何ていうかご存知ですか？ Sí, el tónico facial と言います。なので、ここね、クレマとかエルトニコファシアルとかって変えていっていただくことで、いろんなことが言えるようになりますね。ではお化粧しましょうか。メイクアップするは Estoy maquillándome。 Estoy maquillándome。 で、男性でおひげをね、剃られる方はEstoy afeitándome。 Estoy afeitándome と言います。はい、ではどんどん行きましょう。朝ごはんの準備。 Estoy preparando desayuno。 Estoy preparando desayuno。 こちらもdesayunoをカフェとかエンサラーダとかね、変えていっていただいて OK です。では続いて朝食を取りましょう。 Estoy tomando desayuno。 Estoy tomando desayuno。で、デサジューノのところもこれまた変えていっていただけますね。Estoy tomando café con leche。 Estoy tomando agua。 お水飲んでます。 Estoy tomando jugo。 ジュース飲んでますっていう風にね、変えていくこともできます。もしくはパン食べてますみたいな感じでね、こう具体的に出したいときは Estoy comiendo pan っていうこともできます。はい、ママの皆さんどれくらいいらっしゃいますかね。ママの皆さんも大変ですね。お弁当毎朝作っ
作ってらっしゃると思います。でお弁当のことをねスペイン語ではラロンチェーラとね、特にペルーではラロンチェーラって言うんですけれども、 estoy preparando la lonchera para mis hijos o estoy preparando la lonchera para mi hija mis hijas mi hijo o para mi esposo también 旦那さんのためにね作ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。はい、では続いてね、朝の家事サクサクっとやっていきましょう。掃除機をかけてます。Estoy pasando la aspiradora. Estoy pasando la aspiradora. はい、これにね、rápidamente っていうのをつけることによって、早くっていうのが出るので、サクサクっと、ささっと掃除機かけてますみたいなね。Estoy pasando la aspiradora rápidamente っていうこともできます。はい、そして食事の後はお皿洗わないといけないですね。Estoy lavando los platos. Estoy lavando los platos. で、このお皿を洗うの、お皿をの部分を服に変えれば、服を洗ってますっていうこともできます。Estoy lavando la ropa. Estoy lavando la ropa. はい、では続いてお洗濯物を干さないといけないですね。Estoy tendiendo la ropa. Estoy tendiendo la ropa.で、ベッドメイキングをしっかり毎朝される方は同じ動詞を使っていきます。Estoy tendiendo la cama. Estoy tendiendo la cama. もしかしたら、ざっくりと朝ね、掃除してますって言いたい時もありますよね。Estoy limpiando. Estoy limpiando la casa. アイロンがけも必要ですね。アイロンがけは、Estoy planchando la ropa. Estoy planchando la ropa.で、このロパをシャツっていう単語にすることもできます。Estoy planchando tu camisa。私、あなたのシャツアイロンしてるのよ、今。はい。ワンちゃんいらっしゃる方、朝のお散歩大切ですね。Estoy paseando a mi perro。Estoy paseando a mi perro。はい。ご近所さんに会ったら、ご近所さんとお話をすることもあると思います。Estoy hablando con los vecinos。Estoy hablando con los vecinos。ね、ではお外に出たらお花にお水あげましょう。 Estoy regando las flores. Estoy regando las flores. ちょっと猫ちゃんと遊んだりしますか？ Estoy jugando con mi gato. Estoy jugando con mi gato. 猫ちゃんに餌をあげるときは Estoy dando de comer a mi gato. Estoy dando de comer a mi gato.で、これがワンちゃんだった場合は、アミペロに変えればいいので、Estoy dando de comer a mi perro。Estoy dando de comer a mi perro です。皆さん、朝テレビ見られますか？テレビつけてますよっていうこのアクションを、Estoy prendiendo la tele。Estoy prendiendo la tele と言います。パソコンのスイッチをね、パッと入れる方は、これ、mi computadora っていうのに変えていただいたらいいので、estoy prendiendo mi computadora ということもできます。はい、じゃあ、今テレビを見ていますは、estoy mirando la tele。estoy mirando la tele。estoy mirando la televisión っていうこともできます。で、まあ、ニュース見てますは、estoy mirando las noticias。はい、あとはね、もう YouTube 見てますとか、Netflix 見てますっていうのはもうどんどん書き換えてね、入れ替えていっていただければ OK です。新聞を毎朝読まれる方は、Estoy leyendo el periódico。Estoy leyendo el periódico。メッセージ読みますっていうのもね、Estoy leyendo los mensajes ということができます。で、お家でね、メールチェックなんかをされる方は、Estoy revisando los correos。結構 R の音がいっぱいあるので大変かもしれません。Estoy revisando los correos。じゃあそろそろテレビ消しましょうか。テレビを消すは、まあ、いろんな単語ありますけれども、Estoy apagando la tele。Estoy apagando la tele。で、ちょっと余談なんですけれども、日本の天気予報話ちょっとしたいなと思います。皆さん天気予報好きですか？どうですか？天気予報必ず毎朝見てから行きますっていう方、ぜひコメント欄で教えてください。まあ、日本ってね、天気変わりやすいですし、ほんとお洗濯物を干したまま出かけるかとか、ちょっと窓開けていくかとか、傘持って出るかって結構死活問題やと思うんですね。でも、海外って、あんまり天気予報見ないんです。で、日本みたいに頻繁にやってないです。で、特にね、この私が住んでいるペルーの首都リマは、雨が降らないんですね。冬ってずーっとグレーの空で曇ってるんですけど、雨が降らないんですよ。なので、その天気を心配する必要がないっていうのがあります。で、日本
ほど気温もそんなに上がったり下がったりしないので、朝起きて今日寒いなと思ったら割と寒いままっていうね非常に分かりやすいんです。そして仮に雨が降る地域だったとしても傘ささないんですよね、海外の人って。なので傘を持とうかどうなのかとかっていうのも思わないから天気予報を見る必要がないです。ただ日本人って絶対天気予報を見るし、私も住んでる時は見てましたし、うちのお父さんなんかチャンネル変えてまで違うチャンネルの天気予報をわざわざチェックしたりとかねしてるくらい天気予報すごい短いと思うんですね。で、これって本当に文化の違いで面白いので、ぜひその天気予報の話をするときには、私天気予報を見ていますっていうことだけだと意味はわかるんだけど、なんでっていうのがちょっとこっちの人にはハテナが出ちゃうんですね。なので日本では必ずね天気予報見るんだよっていう話をねしてあげてもらえたら、こっちの人にもね伝わりやすくなります。はい、ではね、皆さんお洋服着替えましょう。エストイカンビアンドメと言います。エストイカンビアンドメ。まあ、お洋服を着替えるっていうのは、いろんな表現をすることができるので、サクサクっとご紹介をしておきますね。で、ベスティールセっていうね、単語をご覧になった方がいらっしゃるかと思いますが、ベスティールセは、お出かけ用、そうですね、外に出かけるときに服を着替えるときに使います。なので、夜お家に帰ってきてパジャマに着替えるときにベスティールセは使わないんですね。なのでカンビアールセはいつでも使えるので非常に使い勝手がいいので、こっちで覚えることをおすすめします。で、よくそのジェバールとかポネールセっていうのは何が違うんですかって言われるんですけれども、ジェバールはその服をもう着ている、身につけているその状態を表します。でもポネールセというのはそれを身につけている動作なんですね。なので今ジーパンを履いていますっていうこのアクションがポネールセなんですよ。なので例えばなんか街中でね、あの赤いドレスを着ている人っていう時にポネールセを使ってしまうと、あたかも今それを身につけてるように聞こえてしまうから、これ間違いですよね。この二つの違い大丈夫ですか？スペイン語って結構ね、そのね、状態を表すのかアクション、その動作、この動作を表すのかっていうのによって使い方が、動詞が違ってくるんですね。動詞が変わってくるので、このあたりもねちょっとずつ意識していってもらえたら、ナチュラルなスペイン語が話せるようになります。まあ、お洋服着替えるだけじゃなくて、そのいろいろね出かける準備してますっていう時ありますよね。そういう時はざっくりとエストイアリスタンドメということができます。エストイアリスタンドメパラサリール、エストイアリスタンドメパライールアトラバハール。はい、でもまさにね出かけている時はエストイサリエンド、エストイサリエンドアオーラ、今も出かけてるからみたいな。はい、で靴を履いています。Estoy poniéndome los zapatos. Estoy poniéndome los zapatos. これがね、さっき出てきたポネールセで、その身につける、まさに今ね、まさに今靴履いてますよっていうそのアクションを言ってるので、ここではポネールセを使います。で、続いて、これもめちゃくちゃスペシフィックなんですけれども、ちょっとこういうの言いたい方は覚えてみてください。靴紐を結んでいますっていう時ですね。これ動詞の原型はアタール。もしくは、アマラールっていう動詞もあるんですけど、アマラールは、R がね、いっぱいあってちょっと言いにくいかもしれないので、アタールでいいと思います。Estoy atándome los pasadores de las zapatillas。サパティージャスはスニーカーのことを言います。で、普通のその革靴とかであれば、ラスサパティージャスのところをロスサパートスに変えていただければいいです。で、この靴紐なんですけれども、割と私の友達のペルー人を聞いていると、ロスパサドーレスって使ってるんですよね。で、辞書とかでは、コルドーネスっていう単語も出てきます。もちろん両方通じます。はい、では最後に鍵を探しています。もうほんま出かける瞬間になって、え、鍵どこっていう時ってあると思うんですけれども、こんな時は、Estoy buscando las llaves。Estoy buscando las llaves。はい、というところでですね、今日35個の例文をね、ご紹介していきました。皆さんいかがでしたでしょうか？使えそうな例文ありますか？
のね、全部覚えなくていいので、ほんと一つでも二つでもいいです。なんかこう、歯磨きしながら、estoy cepillando me los dientes みたいなのを、なんとなくね、まあ歯磨きしてたら言えないかもしれないけど、頭で思ったりとか、お料理しながら、estoy cocinando とか、estoy preparando desayuno。とかっていう風にね、こうブツブツ言っていってもらえるとスペイン語を話すっていうことにね慣れていきます。で、何回も何回も同じこと言ってください。語学の勉強のコツって反復練習なんです。よくね、その新しいことを次々に学びたがる方ってたくさんいらっしゃるんですけれども、これ実は効果が薄まってしまうんですね。で、皆さんね、そんなに覚えられなくないですか？そんな一気に言われても全部覚えられないんですよ。そんな私も同じで、毎回毎回先生にいろんなこと教えてもらってもそんな覚えられないんですよね。なので本当に一個二個っていうのにしっかり絞って、それが自然に言えるようになることの方が最終的に見たら語学のね、その上達においてかなり効果的です。なので、もう私これしか言えませんっていうくらいで OK です。それって素晴らしいことなんですよ。それがしっかり使うべきタイミングで言えるって素晴らしいことなので、自信を持ってね、一つ二つをちょっと極めてみてください。で、どんなに眠くても、何にも考えてなくても、パッとそのスペイン語が出るくらいのところまでね、繰り返していってください。そうすると、不思議なことにね、違う言葉も出るようになってくるんです。面白いでしょ。そのね、型を覚えていくっていう言い方を私はするんですけれども、この現在進行形の型を覚えることができれば、他の単語での現在進行形の表現っていうのは自然とね言えるようになってくるんです。はい、まあ、これはですね、なかなか今の皆さんは信じられないかもしれないけれども、ほんと1個でも2個でもいいので、気に入った表現とか、あ、私これ使えそうって思ったものをピックアップしてもらって、それをね毎日毎日言ってみてください。1ヶ月でいいからね、続けてもらうと全然違う結果が返ってきます。はい、というところでね、今日はね、一言スペイン語のフレーズ集作ってみました。はい、こんなビデオこれからも見たいと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録といいねもね、押しておいてください。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わっていきます。Muchas gracias por ver mi video. Chao! なんでだろう。